バニラビーンズのラブ&ヘイト、今聴いていただいた曲はバニラビーンズでサカサカサーカスでした、バニラビーンズのラブ&ヘイトではリスナーのあなたからのお悩みにお答えします。お悩みには前向きになれるラブな答えと、ちょっと意地悪だけど確信をつくヘイトな答えの2つを用意してお答えします。はい、それでは早速今回もはい迷える子羊さんと電話がつながっているようですのでお話ししてみましょう。もしもーもしもーし、もしもし、こんばんは。こんばんは。じゃあまずお名前をお願いします。はい、佐藤と申します。佐藤さん、はい、こんばんは。こんばんは。今日はどんなお悩みですか？はい、今年からですね、若い女の子が同じ職場に入ってきてですね、いろいろ資料に当たっているんですが、はい、その子があんまりにも頭が良くなくて、とっても困ってるんですよ。それで年齢がですね、2人に近いので、一体どうやったら適切に指導できるかと思って、ちょっとご指南いただきたくて、お電話させてお願いしたんですけども。なるほど。なるほど。メールにもちょっと書いてあったんですけど、はい、いろいろできないことがあるじゃないですか、はい、その彼女は、うん、それで、はい、注意したこととかはあるんですか？はい、もうしょっちゅうです。今ですね、もう言ってもわかんないから、体で教えなきゃいけないと思って、はい、いらないポスターが、ね、あったんですよ、会社に、はい、それ丸めて悪いことやると後ろからバシッてやってる。怖い怖いでも本人笑ってますよ。笑ってますよ。なるほど。なんでとか言って。あ、そういう感じなんだ。うん。何でもダメですよ。そうなんだ。はい。これはちょっとね、うん、難しいですね。難しいぞ。はい。じゃあレナからラブな答えを言いたいんですけど、私もなんかバイトとかすることがあって、はい、全然電話とかも取れなかったり、お茶出しの仕方とかも分かんなかったりする時もあったんですけど、はい、そのバイト先の人たちが、はい、1から10までちゃんと教えてくれたんですよ、私の時は、はい、なんか紙に書いて1、丸1みたいな。紙に書いてる。書いてあげ、あら、もう書いてる。書くだけじゃなくて、はい、すごい、なんていうのかな、調査説明書みたいなマニュアルまで書いてるんですよ。でも、読まない。読まない？読まない？うん、読まない。じゃあ、一緒に朗読してあげるとか。ああ。うん。じゃあ、私、いつ仕事したらいいんですかね。じゃあ、ラブな答え的には、はい、気長に、若い子を育てていこうっていう気持ちで、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、じゃあヘイトな答えはですね、はい、もう佐藤さん放置で、あ、もう見放しましょう。いいですか？もういいんじゃないですか？新しい子とか入れちゃえば。入れたいですね。これ最悪に冷たいですけどねでも私にとってはそれラブですよ、この答えは。本当ですか？はい、そうね、佐藤さんにとってはラブ。ラブですか？ラブです。ラブですか？ラブ。じゃあまあこんな感じで、はい、まあ、お仕事もあって、はい、いろいろ大変だと思うんですけど、はい、頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。激励です、最後はもう、頑張るしかない。はい、ありがとうございます。応援してますので。まあね、わかりました。深く考えないで、うん、またでも何かあったらメールください。待ってます。します。というわけで、ではでは、はい、さようなら。大丈夫だったかしら、はい、というわけなんですけど、難しいですよね、若い子育てるっていうのは。まだ若い子だから難しい、分かんないかも、年下とかが。あと、まだ学校上がりたてっぽくない？だって私と年齢が1個しか違うっていうことは、大学、新卒の女の子で1年やられた。まあね、新しい人を育ててほしいんでね、佐藤さんね、気長に頑張ってほしいですね。まあ、というわけで、ラブな答えとヘイトな答え、参考になりましたでしょうか。それではここで一曲お送りいたします。聴いてください。バニラビーンズで You Love Me。 なんか喉が皆さん楽しんでますか？
食い先か。久々な人がいる。ブーツかわいいね。あ、わかるんだ。あ、わかるんだ。かわいい。あ、なんか飲んでる。ヤッホー、マック飲んでる。マック、この寒いとこのお酒飲んだら超酔いそう。揺れて揺れてる。あそこの前の皆さんは何して見てますか？寒くないですか？お酒飲んでるんですか？うん、お酒飲んでるんですって。いいですな。あ、こっち。でもお仕事中の人もいるかも。お疲れ様です。楽しんでください。いやオチのない話。もういいです。私はもういいです。おいでおいで。なにこれ、すごい、かわいい。あ、すごい、タオル、見て見て、ほら、すごい、国旗みたい。すごい、あの旗みたい。タオル、のれん、かわいい。ブランケット、すごい。これはママの手作りかな。かわいい、超かわいい。すごいな。今日なんで東京タワーピンクなんですか？ピンクリボンのやつだね。なんかなんだっけ、涙みたいになって。汗垂れてる。そんなに暑いですか？寒いんですけど。はい、何伸ばそう。これ一個一個ちょっと細かくやっていこうか。だって6分。お送りした曲はバニラビーンズで You Love Me。 バニラビーンズのラブ&ヘイト、そろそろお別れの時間になりました。ここでバニラビーンズの今後の予定をお知らせしたいと思います。まず10月21日、はい、新宿ロフトにてライブがあります、ね、今回は、ね、新宿ロフトさんのなんかメインステージじゃなくて、はい、うん、横っちょになんかちょっとあるじゃないですか、バーステージみたいな、そこでやらせていただくので、皆さんなんか不思議なライブになりそうなんでね、うん、多分楽しいと思うのでぜひ来てください。しかも距離も結構近そう、うんうんうん、ね。でちなみにそのイベント、はい、あの佐伯健三さんが、ね、主催で、うん、あの沖手さんも出るんですよね、うん、ロマンポリセとして出演されるそうなんでね、楽しみじゃないですか。皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。来てください。そしてそして、はい、10月28日には DVD を発売いたします。ありがとうございます。タイトルはバニラビーン、プロデュース、バニラビーンズプロデュース会議。そうだそうだです。なんかジャケットが公開になったそうで、うん、あ、そうです。皆さんいかがでしたか？もうご覧になりましたかね。よかった、よかったです。なんかポスター持ってて、ポスターをこうやって持ってるとこでみたいなのでした。あれでもあの靴が違うんだよね。ブーツだよね。試しに撮った写真だよね、多分ね。そう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 、ね。